皆さん、こんにちは。ドラマ花より団子や花盛りの君たちへ、イケメンパラダイスでイケメン俳優として大ブレイクした小栗旬さんを知らない人はいないのではないでしょうか。以前は圧倒的に女性ファンが多かった小栗旬さんですが、映画クローズゼロに出演したことで男性ファンも多くなりました。情熱大陸では初めて2週連続で特集されるなど人気俳優となった小栗旬さんですが、芸能界に入ったきっかけは女優の内田有紀さんと共演したかったからだそうです。今日はハリウッド進出が決定した小栗旬さんの家族構成について検証していきましょう。小栗旬さんは父、母、姉、兄の5人家族です。小栗旬さんのお父さんは小栗哲也さんで、オペラの舞台監督をされています。東京芸術大学大学院音楽研究科の非常勤講師をしたり、兵庫県立芸術文化センター企画制作アドバイザーも兼任されているそうです。お父さんの小栗哲也さんは1年に10日も休みが取れないほどの忙しさで、昔から家にいることが少なく、海外出張などで家を留守にすることが多かったそうです。仕事の愚痴を家族に言うことはなかったようで、小栗旬さんはそのようなお父さんを尊敬しており、またライバルとして意識しているんだとか。小栗哲也さんは毎年12月に開催されるサントリー1万人の大工の音楽監督を担当されていて、2017年に親子で共演をしています。小栗旬さんはお父さんに家を2軒プレゼントしたことがあるそうで、1軒目は親子でローンを組んで購入した家のようで、その家とは別に家を両親にプレゼントしたとそうです。2軒目の家をプレゼントした後、最初の家は小栗旬さんのお兄さん夫婦が住むことになったそうです。小栗旬さんのお母さんはバレエスタジオをしていて、バレエを教えていたそうです。お母さんは小栗旬さんの奥さんでモデルの山田優さんと性格や顔、雰囲気が似ているようです。小栗旬さんには3歳年上でマリさんというお姉さんがいます。以前、3人兄弟の中ではお姉さんが一番強いと話していました。お姉さんのマリさんは美容系の学校を卒業した後、コンピューター関連の勉強のために留学をしました。小栗旬さんが花より団子の花沢類役に決まった時、マリさんは猛反対したそうです。花より団子の原作の大ファンだったマリさんは、大好きな作品に弟が出演することに抵抗があったようです。マリさんの旦那さんは吉野和孝さんで、日本の男性エアリアル空中演技パフォーマーの第一人者で、シルク・デュ・ソレイユのメンバーを務めた人でした。2014年には映画ルパン三世で傭兵サーベル役として出演し、小栗旬さんと共演していました。しかし、吉野和孝さんは2017年4月に東京ディズニーリゾート内にある舞浜アンフィシアターでの転落事故により亡くなりました。また実のお兄さんの小栗亮さんも俳優として活動していました。お父さんの小栗哲也さんはオペラの舞台監督で、お母さんが大の映画好きという環境で育ち、映画の魅力に惹かれた小栗亮さんは高校を卒業した後、映画監督になるためアメリカの大学で演技や演出を学びました。小栗亮さんは日本に帰国した後、俳優として活動を始めました。しかし、24歳と俳優になるには若くはありませんでした。当時のオーディションでは年齢制限があったので、なかなかチャンスをつかむことができなかったそうです。しかし、チャンスは訪れます。蜷川幸雄さんが演出する舞台間違いの喜劇に出演が決まりました。この舞台は小栗旬さんが主役を務めていたので、もしかしたら小栗亮さんはコネだったのかもしれません。その後、この舞台が小栗亮さんの運命を左右することになります。舞台の稽古中に主役の小栗旬さんがインフルエンザにかかってしまいました。なんとその代役に抜擢されたの小栗亮さんでした。小栗亮さんは弟の代役という重役を担い、懸命に稽古をしましたが、たった2日で代役をクビになってしまいます。小栗旬さんの代役をしたことで実力の違いを痛感した小栗亮さんは、俳優を引退することを決意しました。その後、2006年に小栗亮さんはお父さんが代表取締役社長を務める株式会社アートクリエーションに入社し、2007年にイベント制作会社 NAC の取締役となります。
小栗涼さんは2018年の4月29日に放送された明石家さんまの転職で転職に出演しました。俳優からイベント制作会社の取締役に転職した小栗涼さんについての企画でした。この番組では以前小栗旬さんと明石家さんまさんと一緒に食事をしていたことを語りました。今のイベント制作会社の仕事に転職したのは明石家さんまさんの影響もあったことを話し、明石家さんまさんと何かをやりたいという夢を語り、明石家さんまさんとなら近いうちに夢が実現するかもしれません。小栗涼さんが取締役を務めている株式会社 NAC は、お父さんの小栗哲也さんが経営している株式会社アートクリエーションの制作部門が2007年にシルク・デュ・ソレイユと常設の劇場を立ち上げるために独立してできた会社です。小栗涼さんはアメリカに留学経験があり、英語が堪能だったためシルク・デュ・ソレイユとの劇場立ち上げという大役に抜擢されました。小栗涼さんはプレゼンから契約を結ぶところまで全て担当するという才能を発揮しました。しかしシルク・デュ・ソレイユの常設劇場は2011年の東日本大震災の影響を受け4年で閉鎖してしまいました。シルク・デュ・ソレイユの常設劇場を作るために設立された会社なので、シルク・デュ・ソレイユが日本から撤退してしまうと会社の存続は危うい状況で、小栗涼さんは会社の倒産も覚悟したようです。しかしある劇場から内覧会のプロデュースという依頼が入りました。小栗涼さんはイベントのプロデュースは初めての仕事でしたが無事完遂します。この経験が功を奏し、株式会社 NAC は企業イベントのプロデュースや舞台制作、劇場管理を現在は主力業務としているようです。また2018年には千葉ロッテマリーンズのシーズン開幕戦セレモニーを担当し、2019年の3月16日にオープンし話題となったムーミンバレーパークも小栗涼さんが手掛けたそうです。小栗涼さんは、自分はとても運がいい、いつも誰かが救いの手を差し伸べてくれましたと語っていますが、何かを持っているという強運は弟の小栗旬さんと同じなようです。現在の年収は株式会社 NAC の代表取締役になり、俳優の頃と比べて10倍になったそうです。また小栗旬さんはモデルの山田優さんと結婚し義理弟ができました。モデルとしてデビューし、クイズ「ヘキサゴン2」に出演し、おバカキャラで人気者になった山田慎太郎さんです。山田優さんの実母で小栗旬さんの義母である山田美香子さんもまた山田優さんの故郷沖縄では有名人だそうです。母親の美香子さんの方が山田優さんより有名で、母親の美香子さんは昔ミス東京、ミス沖縄に選ばれたことがあり、現在も60歳でモデルをしているということです。母親の美香子さんはミスユニバースジャパンスクール沖縄校で校長をしており、山田優さんがモデルとして成功したのは母親の DNA を受け継いだおかげのようです。家族全員が成功を収め活躍している小栗家はすごいの一言につきます。これからもますます活躍から目が離せません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いいたします。